ていただきます。私、大阪市会議員の杉村幸太郎でございます。本日何卒よろしくお願いします。それではまず開会の挨拶といたしまして、大阪府議会議員宇垣仁志より皆様にご挨拶させていただきます。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。本日から参議院選挙が、スタートいたしました。今回の選挙戦でありますけれども、この国の行く末を占う、この国の将来を決める大切な、今回、参議院選挙でございます。我々日本維新の会も、今回、参議院選挙に、挑戦するのは3回目であります。6年前に皆様方の大きな大きなご支持ご支援のお力で賜りまして、東参議院議員を初当選をさせていただきました。そして3年前の選挙でありますけれども、皆様にもまだ記憶に新しいかと思うんですが、3年前の選挙には我々この大阪選挙区4人の定員ではありますけれども、2人の候補者を立てさせていただきました。ご承知の方も多いかと思いますけれども、浅田参議院議員と高木参議院議員、皆さん方の大きなご支持ご支援のおかげをもちまして、両名当選をさせていただきました。で、今回のこの演説会でありますけれども、今回も今東参議院候補がもうお越しいただきますけれども、もう一方、梅村瑞穂候補者、この方も後ほどこの会場にお伺いをさせていただきますけれども、今回の選挙戦でありますけれども、我々日本維新の会この4議席ではありますけれども、3年前大変厚かましいお願いでありますけれども、どうしてもこの両名を当選させていただきたいということでございます。そして今回の参議院選挙、一番最初のこの会場がこの平野区民ホールであります。この会場から東参議院候補、梅村参議院候補も今日のこの演説会からスタートさせていただきます。そういうふうなことで、大切なこの第一会場でありますけれども、このように多くの皆さんにお越しいただきまして、心から感謝を申し上げます。どうもありがとうございます。本日我々、この平野区におきましては、今司会をさせていただいております杉村幹事長、そして今回4月に初当選をさせていただいた吉見女性部長、そして私岩城俊、今3人でこの日本維新の会大阪市平野区支部を今運営をさせていただいております。そういうことで、今回参議院の選挙でありますので、大変三崎町から豊野町まで広くございますので、この2区、ここは衆議院選挙区で2区と申し上げますので、安倍野区、東住吉区、平野区、生野区、この4つの選挙区でなっておりまして、その4つの選挙区で今回はこの平野区ということでありまして、そして応援議員も今日お越しいただいております。また改めてご紹介を申し上げますけれども、私の方から生野区選出の角谷翔一大阪府会議員です。東住吉区選出の富田武彦大阪府会議員です。そして安倍野区選出の沖田博之大阪府議会議員です。今回はこの府議会議員4名が主催ということもありまして、今日は他のこの安倍野区、東住吉、生野区からも応援に来ていただいた次第でございます。私の話が長くなっても今日は一番の主役の話を聞かなければなりませんので、私はもうこの辺りにしておきますけれども、どうかこの平野区でですね、日本維新の会のこの票、そして東梅村を必ず当選させていただきたい、もうこのことを心から
お願い申し上げまして、私のお礼とお願いの挨拶に感謝します。ありがとうございました。はい、それでは本日公示を迎えまして、いよいよスタートいたしました。この17日間の長い参議院選挙、大阪選挙区からは日本維新の会から2名の候補者を擁立しております。まずその1人目の参議院大阪選挙区、東徹候補より直接皆様に熱い訴えをしていただきます。それでは東徹候補、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました参議院候補の東徹でございます。今日は本当に8時からということでね、遅い時間だなと皆さんも思ったと思うんですけども、こうやって本当に夜の遅い時間にお集まりいただきましたこと、本当に感謝申し上げます。どうも皆さんありがとうございます。もう本当に岩城さんとは学生時代からの、まあ、そんなご縁もあってですね、今日はもうおとついもこの平野区を回らせていただき、今日も一緒にですね、午後から平野区をですね、回らさせていただきました。今本当に大阪がね、すごく世界から注目される大阪になってきたなと思います。この間 G20 大阪サミット、皆さんもねテレビで見ておられましたか？僕もずっとね見てましてね、本当すごいなと、トランプ大統領の1キロぐらいあるね車列、あれもすごいなと思いましたし、まあプーチン大統領とかね、そしてまあ中国の習近平国家主席とか来られるわけですけどもね、僕見てて嬉しいなと思ったのが、空港でね吉村知事とね松井一郎市長がね出迎えてるんですよね。あれプーチン大統領とかね、それからまあトランプ大統領、あれ見た時にね、いやー嬉しいなと、まあ、松井さんなんか、まあ、言ってみれば岩城さんも私も同期ですから、いやーね、それがまあ今になってこうやって出迎えてるってすごいなと、嬉しいなと本当思いました。ちょっと笑ってしまったのがですね、ツイッターでね橋本さんがつぶやいてましてね、まあ、プーチン大統領よりもトランプ大統領よりも習近平国家主席よりも松井さんの方が柄の悪さでは勝てないこれちょっとびっくりしてね、まあ、笑ってしまいましたけどね、まあ、でもまあ本当は嬉しかったです。でも今本当にね大阪がすごく盛り上がってきてて、で大阪の時代を作る時がですねやってきたと思うんですね。これから大阪はまだこれからね IR カジノを含む東方リゾートの誘致から2025年には大阪万博、そしてさらに今我々維新がずっとこう取り組んでる大阪都構想、これを実現して、そして大阪を副首都にしていく。今日本の課題は東京一極集中です。東京一極集中を打破できるのはどこですか？大阪しかないですよ皆さんね、大阪しかない。で大阪が副首都になることによって必ず日本はさらに成長していくし、東京一極集中ではもう限界だと思います。ぜひ大阪の時代を作る時が来たと、皆さんで一緒にですねこれから大阪の時代を作り、ぜひとも大阪から日本を変えていくことにですね挑戦をさせていただきたいと思います。そしてもう一つは消費税の問題です。消費税もう増税しないと仕方がないかなと皆さん方ね思ってる人は大間違いですよ。これ今日本の景気はねアメリカと中国の貿易戦争もあってちょっと景気が悪くなってきてるんです。しかも2期連続で、この間の日銀短観でもそれが言われてました。こういう時に消費税を増税すると景気が冷え込む、
日本の GDP の6割は個人消費ですから、こんなことしてしまったら日本の景気がまた冷え込んでしまう、そういったことが言われてるんです。でもやろうとしてますよね。なんでですか。お金が足りない、少子高齢化ね、この対策、それから1000兆円を超える借金、これの返済に充てるためにお金が足りない、だから消費税の増税をするということなんですけども、そう言っときながらですよ、そう言っときながら昨年の7月には参議院のね、議員定数6人も増やしたんです。6人も増やしたんです。これはどういうことを招くかというと、もう自分たちの身分を守るためなんです。だから自分たちの身分を守るために、ただただ救済策として5億によってね、参議院って島根県と鳥取県、高知県と徳島県が5億なんです。5億によって出れない人たちを救済するために、これ比例枠を増やしたんです。このことによってどういうことになったかというと、国家公務員のね、定数、これもこの2年間で、去年と今年で2100人も増やしてます。これはもう国会議員というのは自分たちの身分に守ろうとするから、国家公務員の身分ももっと良くする、で国会議員は自分にも甘いから、役所官僚に対しても甘くなるんです。こんなことを許してたら、どん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 とね、いくら予算を税金上げていってもね、また足らなくなっていく。でも皆さん、維新の改革、大阪の維新の改革はすごいですよ。これすごくやってます。府会議員も市会議員も知事も市長もみんな身を切る改革をやって、徹底した行政改革をやって、そして天下り団体を半分にし、公務員の数を減らし、そしてどうなったか、この9年間で大阪府の借金も大阪市の借金も1兆円以上減らしてますよ。減らしてます。国はどうですか。借金どんどん増えていきます。どんどん増えてます。皆さん、これ維新の改革こそ本来国政でやらないといけないんです。大阪では借金を減らして、さらに幼児教育の無償化、私立の高等学校の無償化、これやってるんですよ。すごいじゃないですかね。本来こういった改革を国政こそやらないといけないのにもかかわらず、議員定数を増やす、で増やした分だけ議員の歳費を減らしますと言ってて、結局ね、自主返納しても返納しなくてもいいような、そんなことになったんです。ほんとね、ひどいですよ。でも維新の会は違う。維新の会は、我々の日本維新の会は衆参合わせて、たった20人ちょっとですけども、ちゃんと2割18万円を今でももう3年超えました。もう金額も1億円超えました。被災地に送ってるんです。ずっと寄付してるんです。そんなことをね、言うだけじゃなくて実行してるのが維新なんです。ぜひ皆さんね、大阪から日本を変えていかないとこの国は良くなりません。維新の改革こそ国政でやっていかないとこの国は良くなりません。ぜひ皆さん、大阪から日本を変えることに挑戦をさせてください。日本維新の会、東徹、ぜひとも皆様のお力を持って今回勝利をつかませていただきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは東徹候補におかれましては、次の会場へと向かわなければなりませんので、もう一度
盛大な拍手で皆さんお待ちください。